はい、どうもしんちゃんです。今回はですね、このカメラの三脚につけるこういうつけて iPhone とかスマートフォンを止めることができる商品を今回 Amazon のタイムセールで安く買えたので、今回これを使ってですね、定点カメラみたいにちょっと置いておいて、その修理、まあ整備している風景というか、そういうのをちょっと撮ってみたいと思います。じゃあよろしくお願いします。はい、じゃあやっていきます。ラファンのエキスパンションバルブのオーリングからね、よく漏れることがあるんですよ。で、これの交換していきます。おそらくコンプレッサー不良を起こしているので、まあ、前のオーナーがガス代計入れてオイル入れてなかったのかなって思います。もう交換ですね。はい、一旦必要な部品が分かったので、今はこれで終了。また部品が揃ってから再開します。じゃあ、こっち来い。はい、部品が揃ったので、今から組んでいきたいと思います。では、やっていきます。
はい、というわけで今日は、定点でねちょっと作業してる風景を撮ってみました。いかがだったでしょうか。でもしこの動画が良かったなって思う人はいいねと、でチャンネル登録よろしくお願いします。これがね自分たちのモチベーションにもなるので、よろしくお願いします。それでは。